かしくないですか。ということで、はい、ありがとうございます。私の作詞作曲した曲、星に願うバースデー歌わせていただきます。バースデーに聞くと運が上がる曲です。初めて出会った奇跡をくれたのは二人が同じ痛みを持っていたから、限りある世界が限りなく思えるくらい、そんなもん
みさんありがとうございます。なんかこの曲って一人一人の命に感謝するような、なんかその底抜けにピュアで、はい、なんかそういった愛ちゃんの良いところが詰まってて、で映画にぴったりだなと思ったのは、映画を見終わった後に自分が年収がいくらだとか、どういった職業だとか、そういうことを忘れて見てくださった方一人一人が、なんか自分ってすごい価値がある感じみたいな気持ちになってもらえたらいいなと思って、お願いしました。ありがとうございます。ではちょっと白井さんありがとうございました。はい、お水太陽系、地球、日本に私はやってきました。あと10年で今人間が行っている半分以上の仕事を私たち AI が行うようになると言われています。例えば自動運転の車は人間が運転する車よりも100倍も事故に遭わないと言われているのです。もし日本にベーシックインカムが誕生したら、オフィスの窓から夕日が沈むの見ながら、時計を気にしてる。たけし君おはよう。まだ仕事は。かえちゃんおはよう。わあ、ロボット先生人気ね。おはようございます。おはようございます。今朝の会議を始めます。今朝映画でしたね。本当、ありがとうございました。もうなんか娘 の, 運動会じゃないけど、もう編集からずっともう何百回も見てるんで、なんか自分だとよくわからないんですけど、クラウドファンディングでお金を、制作費を集めたんですよね。そこですけれども、クラウドファンディングでは1600万円ほど、まあ、正確に言いますと手数料は1400いくらですけれども集めました。でただそれはですね、制作費として、これ今回プロの俳優さんでありますとか、カメラマンさんであるとか音響さんであるとか、またスタジオ代であるとか運送費であるとか、みんなの食事代だとか、めちゃくちゃお金がかかるんですよ。だから全くそれでは足りず、レディフォーのクラウドファンディングはいただいた当日にキーさんなど皆さんに謝礼を振り込んだらすっからかんになりましたから、その後いろんな形でお金を集めてなんとかここまで来ました。ただちょっとこれから3月は香港の女性映画祭に、この映画が出ることができそうで、今お話しして、あと資料を送って、口頭では OK いただいて、ディスカッションしてるとこなんですけど、中国版も作んなきゃいけないじゃんみたいな。翻訳は？そうなんですよ。本当は台湾で上映する時点で中国語翻訳ないのどうなのよっていう状況で、そういう世界中で上映するための準備にまたお金かかるし、また細かいところをここもうちょっとなんか、この間台湾で上映したんですよね。はい。もう訳してくれたんですか、中国語？いや、このまま上映しちゃったんです。英語のまま。なのでちょっと今度こそは、中国でかいですしね、映画のマーケットとしても、うん、日本の4倍以上100倍ぐらいらしいですよ。日本だとどんなに大きくても800巻ぐらいなんだけど、中国1万巻とかなんですよ。で今回なんだかこう見てくださった方が心にさざ波を感じて、じゃあもう一回ここでみたいなオファーが世界各国から結構あって、来年フィンランドとドイツと
オーストリアでやりたいっていうことで既にご連絡いただいて、そっちの方はもう翻訳チーム作ったからって連絡もらいました。各国語で翻訳するんですね。じゃあ、はい、フィンランドとか、なんか今日本って、資本主義がどうこう緩やかに優しく終わっていくかというか、うんうん、そこをすごく体現できるいいシチュエーションなんじゃないでしょうか。じゃあちょっと T さんに、はい、感想を。途中からだったんですよね。私が間違えて時間を言ってしまったみたいで、だから途中から中盤ぐらいからだったんですけど、キーさん工事を演じてくれまして、はい、はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい。何を話せば。どうでしたか。これに参加した感想とかと、はい、まあ映画のどうもね、ご覧いただきありがとうございます。で現場でお会いした方々もどうもお世話になりました。ありがとうございます。そうですね、最初ベーシックインカムっていう話を聞いて、こう大雑把に雑しかこうあまり分かってなかったんですけども、いろいろそれで調べていくと、で最近だとヒラリーがね、なんか本の中に書いてたりとかも、そういうのアメリカも、ヒラリーさんも本の中にベーシックインカムって書いてあるんですか。なんかこの間なんかありましたよね、ヒラリーがその大統領選の時にちょこっと行ったっていう、行ったのか、本を出したみたいなんですね、最近、はい、あれの中にそういうことが書かれてたみたいなん でそういうのがあったり、ね、この間 NHK でも特集しましたし、まあ、なんかだんだん時代が私たちに追いついてきた感があります。この間小池百合子さんがキーボードトークでこうやろうかなみたいなこと言ったっていうことですね、はい、やろうかなって何のあれもないんですけど、でもあの決算式でいくと、福祉を切り捨て、全部の福祉なくして、給付っていうことなんで、年金とか医療保障なくなった上で2万円みたいな、なんかそれってむしろ苦しいじゃんみたいなことがありまして、ちょっとこちら側も勉強していって、ベーシックインカムって言葉はいいけどいつの間にかみんな貧しくなってたよっていうことを避けるために、ちょっと上映会をしながら各地で勉強会もして考えるっていかなきゃなと思ってるんですけど、でもすごい勢いで最初誰もベーシックインカム知らない感じからスタートしたじゃないですか。で撮影しながらだんだんこの言葉が広まっていって現実が近づいてきたっていう感じ。そうですね、なんか向こうが寄ってきてるような、そんな感じで、アメリカでも2018年の8月からカリフォルニア州のストックトン市っていうところで給付が始まるんだって。それがカリフォルニアでも始まる。でそれが、まさにこの映画なんですよ。ストックトンの市長はアメリカで一番大規模都市では若い市長さんで、27歳の黒人のタブ市長さんなんですけど、タブさんのお母さんは子供を抱えながら抱えていた方、働いていて、その苦労したお母さんを見て、もし月に3万円でもあったらお母さんもっと楽できたのになと思って、この制度を導入したって言ってるんですよ。そこもなんかこの映画とそっくりだし、給付額が5万円で毎月5万円。それ財源はどうしてるんですか。ね、それが、Facebook 創業者の3人が作った財団があって、そことアメリカ政府が合体して、うん、アメリカ政府オフィシャルプロジェクト、うん、財源はこのアメリカ政府のお金プラス民間から集めたお金と、うん、なんでそこで Facebook っていう気もするんだけど、うん、ニュース見たらそう書いてあったよ。でさらにアメリカでは来年もう少し小規模実験を2つの州にまたがってやるんだって。でこれからハワイでもベーシックインカム州法を導入っていうことでインタビューしてきたものもトークの中でお話ししたいんですけど、なんかこの映画みたいなことが野原市が世界中に起きちゃったみたいな感じがします。キーさんの演技についてちょっとお話ししてもいいですか。はい、どうぞ。なんかこう愛すべき存在っていう感じがして、私何度見てもちょっとなんかいいなって思ってて、で特になんか恥ずかしがりながら急に真面目にプロポーズするとか、なんかあの辺がこうすごく不器用な男っていう感じがして、最初にお会いして大島ハコさんのおすすめの俳優さんということでお会いして、渋谷で確か飲んだんですよね。その時にもこう愛すべき感じで演じてほしいっていう話をして、
で、なんか酔っ払ったから何喋ったか覚えてないんですけどその時に言ってた感じをちゃんと演じてくださってすごい感謝してます。こちらこそありがとうございます。なんかベーシックインカムって頭のすごい天野さんみたいな良さそうな人がね論じてるケースが多いんですよでも実際に給付を受けて生き方が変わっていくっていう人たちはそんな細かいことわかんないけどなんかこう思いがあったり一生懸命生きてたりする一人一人の人の人生がどう変わるのかっていうことを映画で表現したかったのですごい良かったなと思ってます。あとちなみに声を、浩二さんが手紙を読むじゃないですか。でキラキラペンを、うちの妻が作ってるんだっていうバングラのシーンが入るんですけど演じてくださった方は渡辺裕樹さんっていう方で実際にバングラディッシュで子どもたちと15年間暮らしながら支援を活動をしてる方なんですよ。で声もあの写真もご自身で演じていただいたんですけど裕樹さん最近すごいブレイクしてさ裕樹さんっていうのは、はい、実際の映画の中でいう浩二さんの幼なじみのバングラディッシュで事業をやってる方。これはだから結構ノンフィクションとフィクションが織り交ぜながらやってますよね。フィンランドの件とかあとエノシュミットさんが最初出てきたけども、まあはい、あれはもうスイスの映像は本物ですからね。お金をぶっちゃらちゃらって金をね。そうなんです。あれは国民投票運動のパフォーマンスとしてやった方で、うんうん、でのバングラのひろきさん、こうじさんのややこしいね、こうじさんの幼なじみのひろきさんはこの間クラウドファンディングやってね子どもたちのためのアカデミー学校を作りたいからって言ったら最初100万いくらぐらいだ目標額だったのに最終的には1000万以上集まってすっごいなんかこうストリートからの大逆転みたいにニュースが日本でもバングラディッシュでも取り上げられたりして、なんか今逆転現象起きてんなっていうか、この映画に関わった方がなんかみんなどんどん良くなってくっていうか、で今天野さんがフィクションとドキュメンタリー合わさってますよねって言ったんですが、撮ってる間に現実の方がこっちのドラマに近づいてきたんで、こっちもなんかドキュメンタリーみたいな、なんか不思議な現象が起きてる気がします。はい、うん、はい、じゃあどうも、じゃあ皆さんいらっしゃいますか。じゃあちょっと金融の話に入りますか。じゃあどうもありがとうございます。じゃあ何かメッセージをもう一言言っていただいて。そうですね、なんかみんなが自由になるこういうのがあれば、まあ、僕も昔劇団とかいて本当に高円寺に事務所があったんです。唐十郎っていう人のところにいて。そうなんだ、はい、だから本当にもう食えなくて、でだからそういう中でバイトをしながら、で今映画とかでもやっぱりどうしても撮ってる人を大きいお金集めてやってる人っていうのはどうしてもエンターテインメントに偏りがちで、日本の今本当に映画界の悪いところで芸術性っていうものが本当にそういうものが受け入れられなくなっている部分があると思うんで、やっぱフランスとかに行くとやっぱりそれがまた全然、まあ、話すと長くなるんであれなんですけど、やっぱりそのお金がやっぱり回るように仕組みになってるんですよね。まあ、そこはベーシックインカム関係なく映画界演劇界なってるんですけど、それがもっと自由になるお金ができてアルバイトをすることがなくて、そういうことが増えてきたとしたら、その今もうバイトばっかりしてる劇団員やってる子たちも少しはまたバイトも減らせることができるだろうし、そしたらまたもっと芸術性の高いものが上がってくるような気がするような気はしますね。そう、それで今回まだまだ小さい規模だし、映画館にはまだ営業できてないし、まだまだメジャー化って言われると全然だけど、なんか国内のオファーより海外のオファーが今増えたりとか、あと国内でも来年増山さんこれ映画作りましょうよって話3本来てるんですよね。今までは1から自分で発案してお金を集めてやってきてるんですよ。それでも4本ぐらい取ってきてるんですけど、なんかいろいろ作れる場所が増えてきつつある感じがして、で次一緒に作る元東宝の高畑久志さんが、キーさんは本当にいい役者だって編集しながら言ってくれてるんで、
なんかまた岸さんとお仕事したいなって。でまたすっごい苦しいんですよ。決して高い出演料じゃないけれども、それでもこう増山から見ると結構毎回大変な思いをしたってんですよ。でもね、私はなんかそこがすごい大切と思って、だってこれあの仕事っていうか、うん、雇用を生むっていうか、なんか夢持ってる人がちゃんとアートで食えるっていう国にしなきゃダメなんですよ。豊かになるっていうことはそういうことなんですよ。でそこの価値を誰も気がつかないじゃないですか。で商業主義に走って、結果安ければいいみたいになって、脚本もつまんなければですけど、ちょっと民衆の敵のドラマ見ててリアリティないみたいな感じがあって、もっとちゃんとしっかりしたドラマをちゃんとしたバジェットできちんとした俳優さんに払いながら、なんかこう業界も作りたいっていうなんか思いがあってと言いながら、現場ではこうダメダメ監督でいつもいろいろ、あ、なんか今日もラフはないとか、なんかいろいろ台本もまだできてないとか、いろいろなところがあるんですが、でもちょっとそんな夢があって、だからちょっとまたお願いします、はいはい、今日はありがとうございました。はい、今ちょうどね、原さんの話が出ていて、ちょうど今思い出したんですけど、あの人が芥川賞を取った時に、あの自分はもうやるべきことだけをやった。で、そしたらあとはね、なんか山が動いてくるのが見えるんだよって。へー、俺は何もここにいるだけなんだよって、もう、ま、大きい山があの動いてくるのが見えるってです。まあ、あの人の結構こういうあれもありますけどね今山動いてきてるかな。でも本当にあの自分がやってれば、そう、多分みんながこう、うん、あの、うん、それが形状のね、表現だったんでしょうけど、そうなるように、あの、楽しみにしております。どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、ありがとうございました。じゃあちょっとぎゅっと詰めて、じゃあ今度こっちに来て、ジュースさん参加します。ジュースさん参加しますか。まあ、あの質疑応答すぐ時間取ったらいいんじゃない。でやっぱここにいる人たちが、うん、あのやっぱ質問したいこととか聞きたいことを聞いてくっていうことの方がいいから、うんうん、そうしましょうか、うん、じゃあどっかで、まず話さないと、はい、じゃあ安部さん、どれぐらい話していいの今映画の感想、まず、あ、映画の感想は、はい、とっても良かったと思います。うん、いろんな側面から見ることができるから、いい話題になるんじゃないかなと思って。安倍さんの本がちょうどどれでしたっけ、はい、もしベーシックインカムスタートしたらって漫画があるんですよね。実は漫画、これが原作なんですよ。ここにお金の幸福よね。そう、皆さんぜひご購入もお願いします、うん、はい、この山本太郎さんが推薦してるんですよね。そうです。もともと安倍さんは山本太郎さんの秘書さんで、まあ、もともとじゃないんですけどね、途中からなったんですけど、だからその辺ちょっと話をしてみます、はい。まあ、私あのお金に関わってすごく長いんですけど、一番最初はこの誰でもわかる地域通貨入門という本、これは2000年に出した本です。でこの前年に NHK が円での遺言という番組を作って、そこから日本で地域通貨ブームっていうのは起こったんですね。まあ、若い方は知らないと思うんですけど、2000年頃には日本だけで何百っていう地域通貨ができたんです。で一応その本を作った時にこの書いてるんですけど、その時にあの日本中講演して地域通貨とは何かという話をして回ったんですね。でその時に分かったことは、お金のことを誰も知らないんだっていうこと。これはあの後で、またちょっと話が全部違いますけど、その山太郎の秘書として政界の中入ったけど、これ奥世層の人もみんな知らない、政治家もみんな知らない。だからみんなが自分は何をもらってるか分かってないんですよ、はっきり言って。だからそこがすごく大変だと思うんですね。日本中回ったけど本当にお金のことを知ってる人がちょいもいなかったっていう。お金がどう作られて、どこに動いて、どうなくなるかっていう仕組みがマクロ経済学の教科書に書いてないんですよね。なので、ね、一応日本で出したんですけど、そうなんですね、うん、安倍さんとね強調したんで、ね、あれここにはない、あ、嘘まみれ世界金融の超最大タブー、マルクスもケインズも触れなかったという非常に大きなタイトルですけど、ぜひ興味あったら買ってください、ね、で、この本を出してからですね、まあ、日本中で講演するようになって、で
今結構有名になったけど、ドロタウンも前原くんっていう社長が、サイコちゃんの、そうです、元カレーっていうかで彼が私のところに、まあ、講演聞きに来て、で安倍さん終わったら食事に行かないって言って、で俺は安倍さんのおかげでお金持ちになれたんだよ。でそれまでお金のこと何にも知らなかったけど、安倍さんの本のおかげで一応こういうなんか会社作って成功することができたから、何か俺も恩返しがしたいんだと。で何かやりたいことないって、でちょうどその頃自民党が憲法改正って言い出したところ でじゃあ俺この憲法改正を止めたいから、でみんな憲法のこと何も知らないから、この憲法の話をする講演をして日本人回りたいという話をしたんですね。だから彼は自由が丘にオフィスを借りてくれて、車を1台くれて、で私の生活費を毎月面倒見てくれて、でそこから大体年間300日くらい、日本中講演して回るようになったんです。でその、縁で、その時に私は TPP 反対をやったんですね。官邸前でストップ TPP っていうのをやっていて、でそこで山太郎が私のところに来て、TPP のことを教えてくれということで彼にいろんな話をして、でそのまま彼の、秘書という形で、議員会館の中にいるようになるんですけども、でそこで本当に大蔵省の人にいろんなことを聞いてみても、大蔵省の人でさえ他のことを知らないっていうねまあこれは本当にびっくりだったんですね。財務省ですよね。あ、そうです、今の財務省、うん、で本当に大学教員も知らなかったし、一般の人はもちろん知らないし、大蔵省の人も知らないっていう、本当に知らないこと だらけなんだよね。でこの映画にも白崎さんが出てたけど、で私がそのお金のことを書いた時にコンタクト取ってくれた人で、今滋賀県で議員をやってる、熊谷桃さんっていう人がいて、熊谷さんもともと安倍さんのつながり、そうそうそう、熊谷さんとかで今度上映をしようって話になって今、うん、でその縁でそのベーシックインカムの会に私も行くようになって、で白木さんとこも知り合って、でベーシックインカムいいねやりたいねっていう話になってたんですけども、やっぱり難しいんですよね。難しいっていうか、もう基本的にその お金ってベーシックインカムってみんなから税金として取ってそれを再分配するっていう仕組みじゃないですか。だからそれはなんで働かない人たちのために俺たちのお金を取らなきゃいけないんだっていう、すごい反感を持たれるんですよ。でそうじゃない、なんかいい方法ないかなっていうことで、思いついたのがっていうか、その当たったのが山口かおる線という、この公共貨幣という本です。でこれは山口先生って今淡路島に住んでるんですけども、で、この天野くんが淡路島に連れてってくれて、大阪で2人で講演した時に、帰りにちょっと寄ってみませんかって言うから、でその2人で淡路島に行って、で話をして、私もそうそうそう、そう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 そ面白い人いるから行かないって、その時よく分からなかったんだけど、面白いなら行こうかなと思って、会ったらすごい方だったんですよね。この山口先生、アメリカの連邦議会で初めてそのお金がどうやって作られるか、つまり民間銀行である、まあ、にあ私が言っていいのかな、日本では日本銀行で、アメリカでもその FRB という銀行がこう貨幣を作るんですけど、実はこれ、100% 政府だって何か思ってるんですけど、全然違うんですよ。半分以上の株主誰かわからないような組織なんですよね。それは日本であって、アメリカはもう 100% 民間です。え、100% 民間なんだ。じゃあその問題が、見て見ぬふりっていうことになってたところ、初めて切り込んだのが山口先生で、連邦議会でその民間ではない政府紙幣、公共紙幣を作るっていうビジョンを訴えたんですよ。ごめん、そこもちょっと違った、ね、あ、違った。じゃあちょっと安倍さんに話してもらった方がいい。この山口先生の航空貨幣っていうのは、これシカゴプランって書いてあるんですけど、要は山口先生がシカゴ大学に行ったんですね。で向こうで教鞭を取ったんです。でその時にシカゴ学派の人たち、今でいう新自由主義者という経済学者たちと交流を持って、でその新自由主義者の経済学者たちは、世界大恐慌が何で起きたのか、
っていうことを徹底的に調べ上げて、もうああいう金融危機が二度と起きないようにしようっていうことで考え出したプランがこのシカゴプランっていう本のプランだったんです。でこれを山本先生はこれは素晴らしいと、で日本で実際にやってみたいということで、こういう本にしてたんですけど、まあほとんど話題にならないですね。っていうか、まあ、それともお金に問題があるってみんな知らないから、要は銀行が、中央銀行と民間銀行がお金を作り出すんですけど、この民間銀行がお金を作り出すというのが、また金融経済向けの貸し出しとかそういう株式や不動産とかそういったところに大量に流れるとバブルが発生するんで、そういうことをもうやめるために民間銀行がお金を作り出すのはやめようというプランですよね。あと、まあ、中央銀行もそうですね、要は政府がお金を作るようにしようっていう、それを公共貨幣と、中央銀行と大蔵省が合体させて公共貨幣所を作って、そこが一元的にお金を管理するようにしようというのが山口先生のプランであって、でそこが、お金を出して、日本には憲法25条だけがあるから、制度権があるから、それを守るために全国民にお金を配布しましょう、でそれが山口先生が言う憲法25条までを配るっていうプランなんですね。でそうすると今ずっと日銀がインフレターゲットって失敗してるんだけど、それがまあ簡単にクリアできる、大体民間皆さんに大体20万円ぐらい、月額20万円ぐらいのこのマネーを配ると大体 1% から 2% のインフレになって脱却できるというプランなんですね。これ誰も反対しようがない話じゃない、でみんなやりたいはずなんだよね。だから本当はこの前回の衆院選でやるつもりでいたんです。でそれでやるつもりでいて、前回のいつですか、夏、夏、うん、今年の夏、今年の夏に公共貨幣をやる予定だったんですか。やる予定で動いたんですよ。だからその山候補者出したりとか、だから山本太郎に声をかけて、で要は選挙取らないと政策ってできないので、でその野党で公共貨幣を共通政策として連携して、はい、で自民党に勝ってこれをやろうっていう計画で進んでるんです、はい、でところが選挙直前に小池百合子出てきて、でもう正解ぐちゃぐちゃになっちゃったわけですよ。で結局実際はできなくって、で、私はしょうがないからなんか山本太郎の和尚さんの和尚さんにちょっと安倍晋三倒してこいって言われて山口四区に行ってたんですけど、そうそう、黒川さんの応援に行ってたんですけど、それはすごいことですよね。だって去年の夏に自民党がやろうとしてたんですか、公共化。いや違う、だから俺なんかがその野党側が連携を組んで、それは共通政策として公共化をやろうっていう話をしてた。今日話をしてたで話をしてたけど、その前にだから選挙まで行けなかったんだよね。その前にその小池百合子が出てきたせいでぐちゃぐちゃになってしまって、タブーなしで聞きたいんですけど、この公共貨幣の方を持って議員会館で山口先生の勉強会しようっていうことで、うん、いやだからもうそれが今調整してる間に選挙が始まっちゃったわけよ。福島みずほさん本を読んだの？そこがダメだったの。なんかね送って皆さん勉強してくださいって言って渡した3ヶ月後ぐらいに行ったらまだ読んでませんって言われたんだよね、うん、送ってじゃなくて持ってったんだよ。持ってったんだ。持ってって秘書に渡して読んでくださいって言ったけど、本読まないなんてね、難しそうだからねこれ見てねでもさ、読み始めるとかなんとかあるでしょなんか分かんないとか聞くとかそれもないの、まあね、っていう感じでさ、どうなのっていうか、なんか野党は与党より良いみたいな感じがあるけど、考えることを放棄してるんじゃないのって。だってね、だから社民党で立候補した時にそのまあ公共貨幣とまではいかないけども、いわゆるイギリスの労働党の党首のコービンさんが言ってる国民のための量的緩和をやろう、で中央銀行に財源出させてそれに基づいて公共事業をやろうっていうことを言ったんだよね、日銀の量的緩和に対抗するために。で吉田忠智さんは、吉田忠智党首は、おおいい考えだねとか言って、なんか労働党は社会民主ネットワークで我々の兄弟でもあるしそうそうそう、いい考えだねみたいなことを言ってたのに、対談集では全部カットで、ちょっと福島みずほさん、ちゃんと公共貨幣の本読んでほしいんですよねだって国民が幸せになるための方法をいろいろ勉強して、それを形にするのが政治家の仕事なんですよね。ちょっとだからその以前に、だからお金に問題があるってことをみんな知らないっていうのが一番の問題だよ、はい、
そうですね、だからそこを変えればなんとかなるっていうことをみんな知らないから、うんうん、だからもうその前の時点で跳ねつけてしまう。だからお金に問題があるって政治家もみんな思ってないから、やっぱ五つ星みたいに新しく自分たちで作るしかないんだよ。今ある組織が多分分かってくれるとか、彼は何度も言えばいい人になってくれるとか思ったってダメなんだよ。だから私ものすごい失望があって、失望と同時に希望しかないっていうか、なんか相手に期待をもう持たないっていう。だからちっちゃくてもいいから映画作る、ちっちゃくてもいいから何か条約、あ、ちっちゃいって言っちゃった、すいませんでした。あの、とにかく一歩一歩するしかないみたいな。いで、こっから、ちょっと、今、ベーシックインカムの話。うん、そうそう、ベーシックインカムの話なんだけど、そのさっき言った前澤君がやってた勉強会があって、そこにいた議員が、木内高田さんという議員です。で今、希望の党に行ってます。もともとは民主党だったんだけど、希望の党に行って、で今、仲いいんですね。で、前田、あの、彼に、あの希望党は残念だったけど、これから公共貨幣打ち出してよっていう話をして、で、この間公共貨幣フォーラムってあったんですね。でその時に山口先生の講演と私のその前説が、ビデオ撮ってあったので、それを送ってこれを見て、で必要だったら俺はいつでもあの説明に行くから、でとりあえずこれを見てくださいって、この間送ったばっかりなんでまだ反応がないんですけど、はい、うん、だからまだ希望はあると思ってます。まあ、政治家にやっぱり直接働きかけていくっていうことはすごい重要ですよ。なので政治家は知らないから、そうそう、はい、知らないからね。あの公共貨幣とベーシックインカム混ぜると山口先生が怒るんですけど山口先生はなんか生存憲法25条マネーっていうことで国民にお金を給付しようって、先生それベーシックインカムって、いやベーシックインカムは左翼的な思想だから一緒にしてくれるなって感じなんですけど、なんか私今思ってるのは、実はあのまだ、政治家になりたいっていうレベルだけれども、自分と一緒に、私と一緒に2連ポスター作ってベーシックインカム公約にしたいっていう方がいて、でへえと思って、であの皆川さんも政治家としてこれから活動をされるという形で、でベーシックインカム映画も応援してくださってるんですけど、意外とこういう人全国にいる気がして、東村山でね FM レギュラー始まるので、それがなんでかっていうと、市議さん2人ベーシックインカムやりたいからなの。なんかそういうことって今後増える気がして、だからあの安倍さんがその公共貨幣をやるときに、やっぱりベーシックインカムっていうのは一つの手だっていうふうに思ってるんですよね。そうね、ええ、うん、そこで思ったアイデアがあるんですよ。あのなんか増山の2連ポスターっていうと私色が強すぎるけど、なんかこうグループ作って、この人はいいベーシックインカム候補みたいなハンコをあげるんですよ、私たちがシールで。でそれと候補者を見たら、あ、何々町の何々市議さんベーシックインカムやりたいんだっていうことが分かるじゃないですか。最初は1人かもしれないけど、これがもし全国で300人いたらどう思います？まだ国会議員1人もいないとしても、なんかすごいみたいな。すでに希望の党はベーシックインカム公約してるんだから、国会議員の中でもいるはずだと思うんですよ。そういった方々に、あなたがじゃあベーシックインカムやりたいっていうなら私たちアドバイスしますよって、で、その代わりちゃんと実行公約実行する努力してくださいねっていう、なんか目に見える化をしたらいいんじゃないかなって。でそれ超党派でやったらいいんじゃないかなって。なんか最近公明党の方の中でもこの映画評判いいらしいんですよ。公明党のベーシックインカムやりたいんだって。でなんか増山さんの話題よく出るんですよとか言われて、まあ安倍さんは嫌いだけど、でもなんか憲法のこととまたベーシックインカムのことはレイヤーが違う話だし、だとしたら左右とか超えて本当にその政治家がやりたいんだったら、あのハンコを貼りますよみたいな、なんかそういうことをやるといいんじゃないかなって。どうですか？あの、まあ、右も左も新自由主義者も、福祉主義者もですね、ベーシックインカムは賛成する人は結構いるんですけど、やっぱりそれぞれ目指しているのが違っていて、そこは整理しておかなきゃいけないなと思うんですよ。だからベーシックインカムだからいいっていうものではない。だからそこ消費税を 30% にして、それを財源にベーシックインカムやろうとかね、そういうさまざまな福祉を一気に削って、で、まあ、ベーシックインカムやればいいやみたいな、そういうふうになってしまうと、本当に必要なところに今、まあ、障害者福祉とかね、あの介護とかお金を出してるんだけども、そこにお金が回らなくなってしまったら、逆に弱者切り捨てになってしまってね、あのすごい
厳しいことになってしまうケースがたくさんあるんで、逆にお金持ちはもらうっていうのもおかしな話ですよね。あの高所得の人がもらったりとか、そういう社会的な矛盾、 今こう社会的な矛盾をあの是正するために福祉をしっかり作ってきたはずなのに、それがなし崩しにされてしまう方に利用されないようにしなきゃいけない。そう、その辺 の仕掛けを作んなきゃいけないんだけど、この間沖縄の今度知事選に出る戸口さんって友達がいて、大永さんに対抗して出たら野党共闘的にはどうっていうところあるんだけど、ベーシックインカム1本公約でやりたいんだって。で彼は月30万円の給付を、行うんだって。100万人、まあ、それがすぐできるとは思わないよ。でも彼のビジョンで言うと、その分消費税は上げて何らか県レベルで上げることができるかどうか分かんないけど、あの消費税 25% ぐらいにすると自然に8割の人が働かなくても、パレットの法則っていうのがあって、2割の人は8割の人分の食い縁を作ったりするんだってっていう考えを言ってたよ。私はそれは 100% 賛同はできないけれども、とにかく議論しないことには始まらないんで、なんか今日本中でベーシックインカムやりたいっていう方が出てきたことを、この人とこの人とじゃあどこが違うのかっていうことを有権者が理解するぐらいに、こうこの映画上映と勉強会全国でやりに行こうかなと。あと、まあ映画を見て思ったのは、その AI によってね仕事が奪われていく過程で失業者がたくさん出るということなんで、そういう必然性の面からベーシックインカムっていうのは21世紀に求められるんですよと、そういう必然性の面からあのこれは重要なものである、じゃないと AI がどんどん発展していって、あと20年後30年後にねかなりの職が失われて、まあ、ロボットが代わりにやるようになった場合に、例えば 50% の人が失業者だったら、もうみんな生活保護になっちゃうわけですよ。だって収入がないんだから。そうするとじゃあアメリカみたいにフードスタンプだけ渡しとけいいや、お金渡さずにフードスタンプだけ渡して 食事とあの家だけ与えときゃいいやみたいな、で車を持つな、あークーラーも持つなとかね、そういうのは贅沢なものだみたいな形で管理されるとしたら、それはもう最悪なんです。本来 AI っていうのは当然な、科学イズが何であるのかっていうまず前提を考えなきゃいけなくて、それは人間を幸せにするために科学技術はあるべきであってね、人間を不幸せにするためにある科学技術なんていらないわけですよ。ちょっといいかな、はい、今天野君が言ったことは俺が2009年に出した本で、これ同じようなことを書いてるんです。でだからベーシックインカムはこれから必要になるんだってことを書いてるんです。で、この共著の佐々木君っていうのは民主党からその時に選挙に出たんです。ベーシックインカムを公約にして、でその時はみんな全然知らないから、ベーシックインカム 何言ってんだこいつはみたいな感じだったんですね、正直。でも今状況が変わってきてるから、次はいけるんじゃないかなっていうふうに思ってるんだけど、あその今言った、はい、そのみんなお金取られてそれを再分配されるのは嫌だってみんな思うんで、うん、だからそこじゃないっていう方法があるんだよってことをちゃんと覚えていてほしい。公共貨幣で、つまり無からお金を作って、国民にそれを渡せば、それは国債の発行で用意、つまり借金で用意する必要もないし、税金で取る必要もないですよと、誰の負担にもならずに人々の生活を豊かにする政策があるんですよ、そういうことですね。だから今までみんな知らなかったけど、実は金融っていうのはものすごい儲けの源泉だったわけだよね。でその彼らの今までやたら儲けたものをちょっと奪い返して、で国民でお金の発行権を取り戻そうっていうことですよね、うん、まあそのまあちょっとさっきの話の続きなんですけどね、まだその段階には入ってない。今失業率どんどん下がってるんです。逆に失業率がどんどん増えるんじゃなくて下がっていく方向に入ってるんで、人手不足になってて、でそこにおいてはその必然性という点ではベーシックインカムに関していいですか。はい、この映画を DVD にして発売する予定はありますか。そうあるんですよ。なんと DVD がこの世にないのに今日チラシを作っちゃったんですけど、 DVD があったら全国で上映会が広がるかなと思って、3800円の DVD を作ってそれを販売しようと思ってます。で、なのでそしたらお知り合いの方に勧めていただくとか、私がいなくても上映会ができるかなと思って、やろうと思ってます。
1月末にはクラウドファンディングでご支援していただいた方にお礼の DVD を発送するということも、4月までっていう納期で約束してますので、それをちょっと前倒して1月末になんとか今足りない部分をフォローしてさらに良くなって、DVD にしたいなって今考えているところです。他には質問がありますか？今質問渡してます。誰もいないから別にいいですよ。今日は押してください。今日は途中からちょっと遅刻したんでね、はい、前半見れなかったとっても残念だったんですけど、ベーシックインカムも最近興味関心を持っていろいろ勉強はしてはいるんですけど、さっき安倍さんがちょっとおっしゃいましたけど、黒川の選挙でね、いろいろご協力いただきまして、で、私たちは消費税をとにかく廃止しようというような形で運動を進めていたんですね。でベーシックインカム、まだまだ私も勉強不足で、さっき言った公共支援会へのこととかまだまだ学んでないんですが、一般的に言うとベーシックインカムイコール、消費税を 25% 30% に上げて、それを財源にしようというような考えが主じゃないかなというふうに今まで思ってたんですね。でさっき公共会の話を聞いて、ちょっとまた膨らんだんですけど、でも現実的な問題として、じゃあ早速本当に本格的に日本でこの制度を取り入れるとした場合、その消費税をまず引き上げるということがやっぱり一番突発になるような気がするんですけど、その辺はいかがでしょうか。私答えてもいいですか。いろんな世界での事例を取材してきてるんですが、ベーシックインカムを、まだ小規模ですけどね、州レベルでも、そして、国の地域の1レベルでも給付している地域で消費税をまず上げたっていう国を聞いたことないです。でアメリカは来年からやる気満々ですが、むしろトランプさんは減税してるわけですよね。じゃあその財源どこからっていうと、現実的には、すぐ政府が 100% という事例ではなくって、特に給付額の多いものは一般のファンディングと一緒に、税金と一緒にやってるケースが多いなと思います。アメリカのカリフォルニア州の場合はフェイスブックを創設したサンディの方が作った財団 で台湾でも半分そういった国際的な財団がっていうことを言っていました。なのでベーシックインカムイコール消費税値上げっていうのをセットで語ってしまうと、特に田中さんは運動のリーダー的存在なんで、そうするとまずベーシックインカムって聞いただけで、あ消費税上がるってことになっちゃうんで、ちょっとそれはちょっと違うんじゃないかなって。で、はい、ただですね、日本でじゃあその財源的な財団みたいなものが、協力的なところっていうのは現実的にはあるんでしょうか。財団じゃなくてその議論は斉藤さんと私一緒にしてきたんですけども、これは金融資産課税で十分できるんですね。だからみんな消費税ってなるから、みんなってなって嫌だってなるんだけど、お金持ちからお金取ればいいだけの話なんですよ。それは十分できるんですね。これは資産として私は本に書いてくる時も出してるんですけども、お金持ちから安倍政権はお金を取らないんですよ、あんまり。弱者には強いけど強者には弱いっていうのが安倍政権の特徴なんで、トランプですよだからそうじゃなくて、別に消費税から取る必要はなくて、金融課税、金融資産課税をかければ十分ベーシックインカムもできます。今ね、そのアメリカの事例でその財団が出してる Facebook のザッカーバーグとか、ということは日本でザッカーバーグ以外の3人の方が創設に関わってて、でそこはお金持ってて出すわけでしょ、うん。ということは今安倍さんが言ったみたいに、金融資産課税や法人税ってことですよ。それはお金持ってるところから取るっていうことなんだから、うん、今法人はたくさんお金持ってるんだから、うん、その法人税を上げる、あとは金融資産課税をする、これで結構な財源は
作れると思うんですよね。ただまあもちろんベーシックインカムいくら月やるのかって全然違ってくるんですけども、うん、まあそういったところにやっぱまず最初にメスを入れて、消費税は最後だって消費税って最悪の税制ですからね。逆進税、逆累進課税が一番高い、所得が低い人ほど支払いの負担が大きくなるという最悪の税制なんで、それは最後の手段です。もし上げるとしてもまず最初に給与資産課税や法人税を増税する、そこを財源にしていくべきだということです。増税をするっていうとまた金持ちが嫌がるけど、なんかアメリカの事例やそして台湾の事例を見てると、そこから直接お金が出るんですよね。ガバメント通さないで、ガバメントに税を払ってそこから給付されるんじゃなくって、そういった方々が直接、ベーシックインカムにガバメントと共同で払うっていう仕組みもあるんですよね。それはだから規模がちっちゃいからですよ。でも31万人だよ。31万人って結構多くないですか。アメリカはそういうところに寄付すること自体が税免除ですから、そうそう、その方が得だってですね。そういう税制が日本にはない。なるほど。じゃあそういった金持ちがの方が、お金持ちの方が寄付をすると、お得になる制度を自分、そうそう、日本でも作ればいいんじゃないですか。そうそう、でみんな最初のその配る財源の方言ってるじゃないですか。でも注目しなければならないのは、一度配ったら社会全体では消費が増えるわけですよね。月15万円収入がアップしたら買い物しますよね。ちょっと諦めてたビール、いいのビール飲もうかなとか、あと家電を買ってみようかなとか、車もちょっとローンで買っちゃおうかなとか、なんかなると思うんですよ。そうなった時のお金のどう変化するかっていうのをまずは見ないといけないんだけれども、そこがすごく重要で、そうすると自然に財源が生み出される状況が起こるんじゃないかなと。なのである一定規模の実験をちゃんとスタートしたい。でその時には、財源の一部は 1% は返れって言い過ぎずにどうかお願いしますっていうか、こういった方々も、社会全体の消費が増えたら自社製品が売れることにもなりかねませんしね、なりかねなるかもしれないんだし、いい循環になるかもしれない。特に日本は今国内消費は増えてるの、落ち込んでいるのでは、まあ、あんま増えてない、増えてない。で景気が良くなったと言いながらもみんな買い物をしない状況を変えていくことができるので、なんとか日本でできたらいいなって。どうやれば金持ちの人が、お金持ちの方が寄付をした時にお得になるの。だからアメリカと同じように、アメリカはそういうところに寄付をするとその分は免税になるわけですよ。そういう制度を日本も作ればいいわけの話なんですよ。だから今はどうせだったら政府に取られちゃうんだから、それよりもこっちに寄付してください、ね、ベーシックインカム財団がありますからこちらに寄付してもらえればこの分免税になりますよというふうに話を持っていけば簡単にできる話なんです。ただそれは働きかける政治家がいないっていうか、そういうことをやろうとする人間がまだいないっていうことですよね。っていうか、まあその事態を知らないし、ほとんどの政治家は政治家に何か期待しちゃダメですよ。基本的にみんな何にも影響してないですから。それはやっぱり官僚が基本的に政策って作るんですね。大体そこで文章書いたのを読むだけが政治家の仕事なんですよ。でみんな政治家が何か仕事政策作ってると思ってるけど、それ大間違いですから。今それやってるのは多分山本太郎しかいないと思います。彼は自分で政治家の政策を作るの楽しくてしょうがないって今すごく勉強してるので、ただ今安倍さんがおっしゃったように、はい、その財源持ってるところがね、じゃあ税金払うよりも寄付した方が得ですよということを打ち出して、政府はそれじゃあ税金が減るわけですから、税金の額がね、そうすると当然政府は反対ですよね。仮にどんな政権が政権を担ったとしても、今の自民党じゃなくてもね、じゃあどっかが政権交代して新しい政権取ったとしても、そこにとっては基本的に私そこ反対はしないと思います。っていうのはなぜかっていうと、ほとんどの政治家は政策なんか作ってないです。作ってるのは官僚が作ってるんです。でそこに対して反対できる人がいるかいないかっていうと、今いないっていうのが現状なだけです。そこはちゃんとした政治家を私たちが選んで、それを認めてもらうしかないっていうのが残念ながら今のところですね、はい、ありがとうございました。
の質問っていうか、まあ、ある種の提案なんです。あと数字がよくわからないから多分安倍さんにちょっと聞いた方がいいかなとは思うんですけど、今の世の中見てて一番おかしいのが為替とか株の取引でね、 AI が何千分の1秒とか何万分の1秒で取引やってるね。あれでまあ投機を機械にやらせてものすごいスピードで取引何回もやってるわけですよね。あそこに手数料かければいいってことじゃないんですか。まあそうですね、基本的にだから金融資産課税とほぼ同じです。そこの、はい、そういうことです。あ、そこの手数料パーセンテージのベーシックインカムにってこと、うん、そう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 、そんなことできたらすごくいいですね。だ一番無駄な博打なんですよ、はい、金融 の, あの上下してる細かく上下してるところに何発も何発もAI でものすごいスピードで取引、人間も追いつかないスピードでザーッとやり続けてるっていうの。でさっき天野さんが言ったんだけれど AI が働くのっていうのは人間を豊かにするためだったら、その AI がその為替の取引なんかね、あの博打で利益を上げるためにガーッと動かしてるような動きがあるとしたら、そこにある種の、まあ、税金で見えるのか、それは手数料っていう形になるのか、それも言葉一つなんだけれど、まあそういうあのところ、一番お金がお金を生んでるところ、それも機械がやって、AI がやって、ものすごいスピードでやってるようなところにっていうのはちょっとした提案っていうか、まあまあ安倍さんがずっと言われてたことかな。ジェイちゃんが言ってことはこの本に書いてある。2013年の時点で、これは書いてます。そういう感じの視点っていうのかなとかどうでしょうかっていう。はい、あのもうその通りです、はい、金融資産課税ってこれが一番あの多分財源として大きなところですね。でこれを取っても多分一般の皆さんの生活は何も困らない。あの誰かが持ってるお金に税金かけるとかいうノリよりも、それを運用してる時にものすごいスピードで運用してるああいうのに手数料みたいな形でやってやると、ある程度抑制も効いてくるだろうし、あとそれでもがむしゃらにやるんであればそこに手数料かけちゃえば、まあ、相当な安全なんじゃないかな、うん、それ全部ここで計算出してます。で今どれぐらい計算の取引があって、そこに 5% 税金かければ全然ベーシックができますよってことが書いてます、うん、なので、まあ、それは もちろんその通りですね。あそういう、まあ、あの手数料かけた瞬間にもうやめるんですよ、あの儲からないからそういう AI 金融取引みたいなのはなくなるんです。今手数料かからないからやってるだけであって、かけた瞬間なくなるんで、そうすると、まあ、手数料としての税金としては、まあ、それほど、まあ、減るんだろうけど、うん、でもそれでもやっぱり上下がある以上 AI はほら、まあ、もちろんだから金融に対してかけなきゃいけないっていうことなんですよ。今分離課税でね、あの株の売却益に関しては 20% しかかかどんな儲けでも 20% しかかからない。でこの間安倍政権は所得、あの、まあ、所得が高い人には若干所得控除を減らして増税にしますよっていうことをやったんだけども、問題のその今の格差の問題っていうのは資産の格差の問題なんですよね。あの所得の格差っていう1年間に入ってくる収入の格差じゃなくて資産の格差ですよ。金融資産とか不動産とかそこの格差がひどいんだから資産課税しなきゃいけないわけです。ところが真逆で、あのそこには一切手つけないでしょ。あのその株の売却に関しても分離課税を続けていて 20% 優遇を続けてる。だからそういったところをやっぱり、メスを入れて、その株の売却に関しても総合課税にするとか、そういう金融資産課税、まあ、固定資産税に不動産にかかっている固定資産税みたいのを預金や投資信託とかそういったものにもかけるとかですね、まあ、そういう形で財源を作っていくっていうのがまず先なんですよね。もしベーシックインカムというものを考えるのであれば、そこを抜きにしていきなり消費税ってやっちゃうとそれはおかしい。そもそもベーシックインカムやるのは一般の人が豊かになるために、お金持ちいらないですよベーシックインカム。もともとが一般の人のための政策なわけですね、ベーシックインカムって。だからお金持ち、その財源を消費税にしたら一般人から取って一般人に回すだけじゃないかっていう話になるんです。今日本で一番お金持ちなのは孫さんなんですよね。だから
トップ40人が日本人の半分と同じ富を持ってるって、超格差社会が日本でも進んで、世界で見ると8人が地球上の半分と同じ富を持ってるっていうのがだんだん日本でも、ね、アメリカだと進みつつある。3人、上位3人が下から 50% と同じ。なんかじゃあその8人の人は財源出せば単純な話で孫さんに行ってみる。そしたら孫さんの契約も増えるんじゃないですか。サウジアラビアに街作っちゃってるんで。でも問題はね、昨日のアメリカのそのトランプ大統領が税制改革やったって言って喜んでるんだけど、法人税を 35% から 21% に減らしたんですよ。余計儲かで、その 35% から 21% 減らした法人税は、まあ利益が出てるところが払わなくていいってことなんだから、株主にほとんど多分行くでしょうね、配当に、株主の配当に。で、従業員の賃金はほとんど上げないでしょうね、まあ、だからいわゆる買い持ち優遇政策っていうことなんです。だから真逆の方向行ってるわけです今世界は。だからベーシックインカムというならそこから取るべき、うん、法人から、そして金持ちから。でじゃないと、そのそもそものベーシックインカムの目的と反してしまうわけです。実際にあの世界でのベーシックインカムの流れを見てると、実は減税と言いながらの金持ちがベースになっている、お金持ちの方がベースになっている給付が始まってると思うんですよ。あとこのハワイの取材行った時に、台湾の、リーダーのピン・シューさんっていう方と一緒に行ったんですけど、ピンさんはそういった活動費どうしてんのって言ったんですよ。ずっとベーシックインカムの活動ばっかりしてるから、お金どうしてるのって聞いたら、もうあのすごい、資産家の方がスポンサードしてるんだって言うんですよ。その資産家の人って誰って言ったら、台湾で一番有名な携帯会社の奥さんなんだって。で、会社がオフィシャルに払うと問題になるととかなんとか、だから奥さん経由でもう応援してんですよ。なので彼女は台湾からハワイにも行くし、ポルトガルにも行くし、アメリカの、国際会議にも出るし、世界中いつも回ってます。なんか分かってんじゃないかって気がして。というのは、消費を格差を作りすぎると消費が回らないんで、あれ俺たちあんま儲かんないぞっていうことに、日本こそやらなきゃいけないなっていうのは、時間とお金が止まってるんですよ。 JR 乗ると原田知世ちゃんの私をスキーに連れてってのポスターあるじゃないですか。あれいつの話よって。で、誰をターゲットにしてんのって。で、台湾行っても中国行っても若い人すごいお金使うんですよね。で、スキー場なんかでも若い人、20代30代の人が多いんだけど、日本のスキー場年配の方ばっかりだよ。私も行くけどさ、なんかだんだん滑って楽しいっていうより、日本大丈夫かなって気持ちになっちゃうよ。みんなお金使えないじゃないですか。そこ変えないといけなくって、あのに消費税は一番最後の話で、俺らに金よこせっていうことはもっとちゃんと強く言わないといけないと思っていて、お金がないんでお金くださいって恥ずかしいけど言わないとしょうがない状況になってると思うんですよ。だって生活保護の受給額を結果減らすっていう、なんで野党もそれに反対しないのっていう、これこのまま黙ってると、この人このここまで殴っても怒んないな、この人ここまで殴っても怒んないなって、どんどんひどくなって、私たちさらに貧しくなって、お金使えなくなって、若者勉強どころかこう奴隷のように働くような状況になってしまって、実際今もそうだと思うんですけど、だからこそちょっとやりたいな。すみません、次に質問はちょっと最後いいですか、はい、一つだけ。あの自分はあのいろんな発言してきてて、あの放射性物質だったら月に置いたらいいとか、水の燃やして放射性あの放射能を消す技術があるとかいろいろ言って、まあ、みんなの頭を広げる方向で発言してるんですけど、これがあの答えになるとは思えないけど、あのこういうことってある種 AI に考えさせたらいいんじゃない。韓国で AI 政治家って今作ってますよね。AI 政治家に政策を語らせて、要するにあのベーシックインカムの金どこからひねり出したらいいかって、多分答えは金持ってるやつから持ってきたらいいっていう話とか。それはでもね、あのプログラミングもできちゃうんで、あの金持ちに都合のいいような政策ばっかりやる AI っていうのも作れる。もちろんもちろん、その AI の内容次第っていう。だから味方の AI をね。そうそう、味方の AI、 前座場の AI をみんなで持つと。以上。他にありますか。面
白い。あ、今の話。私も今のもう間接民主制は限界だなと思ってます。でそろそろ直接民主制に変わるべきじゃないかと思って、であのさっき出てきた江ノ島さんなんかも直接民主制の運動をずっとやってるわけですね。で、この小山口先生がこの国語会をやるときに使う技術がこのブロックチェーンっていう技術です。これはあのご存知ですかね皆さん。これだと直接民主制できるはずなんですよ。これで十分できるはずなんです。もうだから政治家いらない。ちょっと説明しないとわからない。わかんない。ブロックチェーンっていうのは一度記録したものはそのまま誰も書き換えることができないという技術なんですね。だからこのシステム自体が安全性を担保してくれてるという技術なんです。でブロックチェーンっていうのは、うん、はい、あの円とかじゃないお金ってことですか。どういうことですか。ブロックチェーン、基本的にこのブロックチェーンっていうのはよくビットコインって出ますよね。仮想通貨なんです。要は今のお金だって基本的には木だったり金属だったりするけど、でも基本的には単なる数字なんですよ。 あくまでも数字を形にしたものが木だったりお札だったりするわけで、その大事なのはそのデータなんですよ。でそれをデータを書き換えることができない。もう過去の記録を延々とつなげて一つのブロックにして、で、書き換えることができないという技術を作ったのがサトシ・ナカモトという人で、そこから今世界的にブロックチェーンが広まっています。でこれがあれば直接民主制できるはずなんですね。でみんな携帯持ってるじゃないですか。携帯でもう直接その政策に対してイエス・ノーっていう投票をしたら、この日本をどうするかっていうことを決めることができる。でその誰かに委ねると、今の自民党の安倍政権みたいになんかこう忖度を聞かせておかしな話になっちゃうから、そうじゃなくて、せっかくこの技術ができてるわけだから直接民主制に移行する。で政治は直接民主制で、お金は公共会議っていうのは私の多分一番これからのベストな選択だろうと思ってます。このブロックチェーンの今話を聞いて、それをこう選挙に生かすっていうね発想は初めて私は聞いたんですけど、そこで問題なのは、そのテクノロジーを使って選挙をすると不正が行われるっていうふうにずっと言われてきたじゃないですか。アメリカで電子読み取り機、票読み取り機やったらなんかブッシュが不正で勝っちゃった。で日本でも何武蔵というその会社のその電子票読み取り機に関してはいろんなことが、まあ、これは本当かどうかともかくとして言われるわけですよね。そういうだからアナログじゃなきゃいけないんだっていうふうに、選挙に関して不正ができないように絶対アナログじゃなきゃいけないんだっていうふうに多くの人は思ってると思うんですけども、それとそのブロックチェーンの技術を使えば不正ができない、コンピューターを使ってでも不正ができないということなんですか。そういうふうなシステムになってるとシステムとして前提的に証明されたから今仮想通貨爆発的に広がってるのはその制度、不正が書き換えることはできない。過去に行った取引や決済に関しては、うん、もう書き換えることはできないなっていう仕組みになってる。そういう仕組みになってるから、このブロックチェーンを使えば直接民主制でできるはずなの。過去に投票したものに関しても書き換えはできないの。そうそう。だからもうせっかくこういう技術が出てきたわけだから、もうこれからはなんか政党に選ぶわけじゃなくて直接、うん、直接民主制にして、で私たちはないないない、どこもない、うん、だその世界最先端がいける可能性があると。そこにつながるかどうかわからないんですけど、そう思ってるビジョンがあって、またこのバカがと思いながら聞いてくださいね。で今まあ少なくとも、フィンランドとドイツと香港とオーストリアでオファーがあるわけで、まだほんのちょっとしか上映してないのに、でだからこれ広がるんじゃないかなと思って、でこの映画の上映会を世界中でやるんです。世界中でやります。でその、またそこでお金も集めて、応援してもらうんです。でその実はこの映画の次を作ろうと思っていて、それは今のこのベーシックインカムは格差で苦しい女性や、縛られた男性がベーシックインカムによって最初の一歩踏み出して、今まで見えてなかった地域の卵が美味しいよとか、子供と過ごす時間大切だねって見方をちょっと変えることができた、この始まりと。でも多分これからもっとぶっ飛んだ世界待ってるはずなんですよ。もしこのお金の問題全部解決して、で一人一人が愛子ちゃんの歌ぐらいのピュアな気持ちで毎日生きて、でそしたら新しい発想、さっきその月に放射性物質がとか、なんかそういった
今の問題、汚職問題をすっごい解決するいいアイデアから生まれて、すごいいい未来が作れる気がしているんですけど、その、第シーズン2のストーリーを世界中のみんなから募集します。科学者の人からも募集します。どんな未来一緒に作るっていうことを考えながら上映会を世界中でやっていくことをやっていきたいなと。でその時に今例えばこれはクラウドファンディングはレディボーっていうところでやったんですけど、具体的には手数料10何パーセントか取られるし、なんかその仕組みそのものを今レディボーはなんか日本語圏だけだし、アメリカなんかいくつかのクラウドファンディングも合体して新しいブロックチェーンみたいなのそこで作れないのかなっていうか、この映画を応援するとそれが未来を作るビジョンの映画になりつつ、そして本当にできたら給付ぐらいしたいんだけどまず自分が苦しいんですけどね。でもなんかできたらじゃあこの街で世界中の街さんベーシックインカムやりたい街いますかって言ったら多分30個ぐらい手上がる気がするんですよ。じゃあ、今年度前半の決済はいくらなんで、いくらはベーシックインカムやりたいところにあげましょうとか、55分で。あ、そうだ、なんかそんな仕組み作りたいんですが、私だけでは技術が足りないんで、アイデアとかあのブロックチェーンのスペシャリストの阿部さん、私の知り合いで玉蔵っていう人がいて、うん、彼はあのこのブロックチェーンの本を最近出したんです、うん、ちょうどヒカルランドから出してるんで、うん、あのブロックチェーンはこうやったらあの自分でオリジナルのすごくあのプログラムが作れますっていうのが本が出てるので、うん、ぜひ一回読んでみてくださいね。自分のオリジナルのブロックチェーンを使った決済システムっていうのも作れるので、はい、もともとアーティストって自分銀行みたいなもんなんですよ、うん、だって昨日までいつもそうなんですよ。私あの平気な顔してるんですが、 あと5日後の25万がないとか、あと4日後の80万がない、どうしようみたいな感じなんですよ本当に。なのでどうするかと、ここに紙とペンがあります、絵を描きます、こんな絵ができました、誰か買いますかって結構買ってくれたりするんですよ。ああよかった支払えたみたいな。で、あ3分じゃあなんかその自分銀行みたいな、それって私が日本銀行になってお金吸ってることと同じじゃないかなと思って、なんかそういった考え方のチェンジみたいなことが、まずそのブロックチェーンの本を読みつつその仕掛けを考えたいと思います。なのでシーズン2のストーリー、こんなのがマット・アマノさんそういった天才がいるじゃないですか、なんか世界どうなるのみたいないうビジョンをちょっとぜひアイデアもいただいて、世界中とみんなとそんな新しい世界を作れたら面白いなって思ってます。ぜひ、あ、で、忘れちゃいけないのは、はい、あ、伝えたいことはあのとはいえ中国語の翻訳も作るのもあるしお金ないなっていうことで、あの取り急ぎ応援してもいいよっていう方はこの映画の普及、世界での普及、日本でも来年できたら3日間に1遍ぐらい上映会しようと思ってて、そういった、応援費用をよかったら2つ封筒作ったので回しながら、お気持ちいただけたら嬉しいです、お願いします。そして、今日売り物としてはそのタイムズがありまして、この中でイタリアの5つ星野党第一党へのインタビューで2025年までに全イタリア国民に対してベーシックインカムの給付が公約ですよ。それを公約してしますよ。値段はまだ書いてない。最初は生活に困窮している人たち、うん、でも、それ以後広げると。で5つ星運動はイタリア の, あのウーマンラッシュアワーさんならぬあのペッペグリッドさんがテレビで政権批判をしたら喋れなくなって、やっべーテレビ出るねってことで路上とか広場でやったらすっごい何十万人も来て、でみんなすごいスッキリするわけですよね。で最初はそれを政治家に伝えて僕たちの思い民主主義変えようって言ったら、そのうちこの5つ星運動は議会傍聴してはならぬってことになって、何それもできねえのって言って自分たちで候補者出すんですよ。そしたらたった6年で創設からわずか9年で議会の 16%、 800人のうちの130人5つ星運動の国会議員が誕生しちゃったっていうすごい組織で、でそこがベーシックインカム公約してるんだっていうのもびっくりしましたが、こう考えています。
最も底辺にある人を援助すると彼らが新しく得た収入でより消費をすることになり社会全体が良くなるのですということを書いてまして、またあと黒川さんのインタビューも載ってますので、 山口で安倍さんのところで戦った黒川さんのインタビューや宇都宮健二さん、海江田万里さん、小林節さんのインタビュー、記事もあります。今話題の安住明子さん、政治家ライターとして今今年日本一の方の記事も載ってるんで、これがたった500円なんで、ぜひ応援お願いします。あと天野さんの本も、私の本が、昨年出した本なんですけど、詐欺経済学扇動政治学言論というのが、あります。これ1冊1000円で販売してますので、興味がある方いたら、ご購入ください。はい、お願いします。お願いします。じゃあちょっと個人には出ないといけないから、以上でベーシックインカム上映会を終わります。してくれるかも天野さんが。じゃあどうもご清聴、はい、長い間ありがとうございました。ありがとうございます。あ、カンパ袋。ありがとうございます。安倍さんから新しい方の宣伝があります、ね。宣伝が。すいません。10年前に徳間書店から出した本がですね、新しくこれがロシアイトが知って書くたマネー術の全貌だというタイトルに変えて、3月26日に出版されます。ここに、広告カフェの話とかも書いてますので、ぜひ、ご購入いただければと思います。なんてことですか？これがロスタイルが知って隠したマネーシステムの前方だというタイプです。安倍義偉でアマゾンとかで検索してもらえば出てくると思いますので、はい。もともとこれ10年前に書いた本なんですけど、そこの内容が古いんで、この公表加減のことを付け足して新しく出しましたので、ぜひご覧ください。あと、まだこの世にはない1月ぐらいにできる DVD 買いたいっていう方が、あ、白井さんの CD が、白井さんの CD、 あとはアンケート用紙を渡してありますので、皆さんお書きいただいて受付に出してください。あと、アンケートにもし DVD が欲しい人入ってくる、はい、あ、もしそのこのアンケートに多分1月末ぐらいにできる DVD が欲しい方は、その旨を